こんにちは。今回のカインズ TV はタイヤの交換方法をご紹介します。雪が降ったりタイヤがパンクしたりするとタイヤを交換しなければなりません。一見難しそうに感じるタイヤ交換ですが、実はとても簡単で女性でもすぐにできます。この動画ではタイヤの種類と交換方法をお伝えしますので、タイヤ交換をする際はぜひ参考にしてみてください。ではまずタイヤの種類からご紹介します。タイヤの種類は大きく分けて2種類あり、一つは夏タイヤと呼ばれるノーマルタイヤ、もう一つは冬タイヤと呼ばれるスタッドレスタイヤです。ノーマルタイヤとスタッドレスタイヤの違いはその溝にあります。ノーマルタイヤに比べスタッドレスタイヤの溝は深い作りになっています。この深い溝が雪道をしっかりグリップ、スリップしにくい構造になっているのです。その分摩擦も大きいので走行中はタイヤ音が大きくなります。また柔らかい素材でできているため雪道でもタイヤが硬くなりにくく、スリップを防いでくれますが、アスファルトの路面走行ではタイヤの減りが早いのが特徴です。少ない摩擦で多くの距離を進むノーマルタイヤと、摩擦を増やししっかりと路面をグリップするスタッドレスタイヤ、性質の違いを知ると季節によってタイヤの履き替えが必要なことがよくわかりますね。カインズではカー用品、バイク用品の取り扱いもございます。概要欄にオンラインショップのリンクもございますので、ぜひ覗いてみてください。ここからはタイヤ交換の方法をご紹介します。タイヤ交換に必要な工具はあらかじめ車の中に備え付けてありますので、確認してみてください。工具はナットを緩めるホイールレンチ、車を上げるジャッキ、フックのような形をしたジャッキレバーを使います。次はタイヤの外し方です。タイヤ交換を行うときは平坦な場所を選び、周りの安全を確認しましょう。車のギアをパーキングに入れ、サイドブレーキをしっかりかけておきます。ホイールカバーのついている車はジャッキレバーを使ってホイールカバーを外しましょう。この時ジャッキレバーを差し込むための穴がありますので、そこに差し込むようにします。そこからホイールレンチを使ってナットを少し緩めておきましょう。ナットは対角線上に緩めます。ナットを緩めたらジャッキを使って車体を上げましょう。ジャッキを当てる位置は決まっています。タイヤの近くに凸凹になっている箇所があります。そこがジャッキポイントです。へこんでいる箇所の間にジャッキをセットします。手で回せるところまでジャッキを回し、手で回せなくなったらジャッキレンチでタイヤが浮くまで上げていきます。タイヤが浮いたらナットを完全に取り外し、タイヤを外しましょう。最後に取り付け方です。タイヤをはめ、手でナットをある程度締め、レンチで仮締めします。この時ナットの向きはすぼまっている方をタイヤ側にしましょう。向きを間違うと走行中にタイヤが外れてしまう恐れがありますので、注意してくださいね。締める時も対角線上にナットを締めていきます。次にジャッキレンチでタイヤが地面につくところまで下げていきましょう。タイヤが地面についたらナットを完全に締めていきます。ホイールカバーをつけたらタイヤの履き替えは完成です。車は自分で手をかければかけるほど愛着が湧いてきますよね。ぜひ愛車のタイヤ交換にチャレンジしてみてください。いかがだったでしょうか。カインズ TV では暮らしに役立つ情報を配信しています。少しでもお役に立てましたら、チャンネル登録、高評価、コメントなどをお待ちしています。概要欄にも役立つ情報や特集サイトのリンクがございますので、ぜひチェックしてみてくださいね。カインズ TV でした。